1月の最後の私立を迎えました。つい先頃まで、年が明けたばかりで、新年の挨拶を、していましたけれども、もう1年の12分の1が過ぎようとしています。学校や企業などでもそうだと思いますけれども、教会でもそろそろ今年度の歩みを振り返って、新年度の準備を始める時期となっておりますけれども、どうしてもコロナのことを考えざるを得ない、これと切り離して無関係に行事を進めるということが難しくなりました。そして今年、2021年は2011年に起きた東日本大震災から10年目の節目の年を迎えます。この瀬戸市では直接の大きな被害ということはなかったかと思いますけれども、しかし私たちの関係するところで失ったもの、変えざるを得なかったもの、この10年の間にお一人お一人がさまざまな経験を積み重ねてこられたのではないかと思います。大きな災害や未知のウイルスに対して最大限備えをしながら 100% 大丈夫とは言い切ることができない、いつも漠然とした不安があって、恐れからはなかなか逃れることができません。しかし時を許されて、場所を与えられて、私たちは御言葉に預かろうとしています。旧約聖書に記される箱舟から降りてきたノアの一家が礼拝を捧げたように、また新約聖書では聖霊を受けたときに弟子たちが集まって祈っていたように、どんなときにも礼拝という恵みが失われることはありませんでした。今朝与えられた御言葉は礼拝の様子を伝えています。神を信じ、神にのみ頼る人々の姿から、私たちが今を生きる力をいただきたいと思います。ネヘミヤ記が朗読されました。ここにいるのは哀れな人たちです。戦争に負けました。家族を失いました。国を追われて追い立てられるように見知らぬ土地へ連れて行かれました。何も持っていくことはできなかったと思います。空の手を握りしめてひたすら歩かされた。自分が生まれ育った町を捨てなければなりませんでした。戦争から50年経ってエルサレムに帰ることが許されました。しかし帰ったところで懐かしい故郷はありません。家は崩れ落ちて雑草が生い茂っています。とてもまともに住める状況ではありません。それでも人々は集まって広場にやってきました。一人の人のようになりました。今日お読みしたネヘミヤ記の8章は、ちょうど1章から順番に来て、神殿の城壁の再建が終わった部分に位置しておりますけれども、実際にはエルサレムに帰った後すぐの礼拝の様子を伝えていると言われています。
何十年ぶりかに故郷の土地を踏んだ人たちが最初にしたこと、それは聖書の言葉に耳を傾けること。しかも各々が自分勝手に聖書を開いて読んだというのではなくて、すべての人が一人の人のようになって聖書の言葉を聞いた。何万人という人が心を一つにして礼拝を捧げました。聖書は礼拝の様子を丁寧に記しています。これまで1章から7章まで活躍をしていたネヘミヤは一歩後ろに下がってあまり出てきません。ここでは礼拝の専門家であるエズラに全てのことを任せています。ではそのエズラがしていることは何か。それはひたすら律法を朗読することです。夜明けから正午まで、日が昇る前から日が高くなるまで読み続けました。民は皆その律法の書に耳を傾けたと記されています。興味深いことがあります。この礼拝をリードしているのはエズラではないということです。律法の専門家がやってきて、さあ今から大事な言葉を読むからお前たちは聞きなさいと言っているのではなくて、むしろエズラは頼まれて招かれて律法の朗読に専念をしております。この礼拝をリードしているのはもちろん神様がリードしておられますけれども、この地上でリードをしているのは群衆です。戦争に負けた悲しみを背負う人々、苦しんだ人々、未だなおペルシャの捕虜として生きている人々です。一節にはこう記されました。民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。自発的に集まりました。来なさいと言われたから来たのではなくて、自分たちから集まりました。その続きにはこう書いてあります。彼らは書記官エズラに、主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。哀れな私たちに神の言葉を聞かせてくださいと訴えた。律法を読んでください。民が求めました。それに応えて祭司エズラが律法を会衆の前に持ってきたとあります。今日はお読みしませんでしたが、続きの4節にはエズラが律法を読むために木の壇の上に登ったとあります。これも元の言葉を調べてみますと、このことのために彼らが、つまり群衆が用意した木の壇にエズラが登ったという意味になっています。この場所で律法を聞くために人々は即席の礼拝の場を設けました。自分たちが住む家もままならない小さな木の壇を用意してエズラにお願いをしました。ここで律法を読んでください。私たちに神の言葉を聞かせてください。求めました。民は皆律法の書に耳を傾けた。この後には民は皆アーメンと称和したという言葉も出てきます。ここに繰り返される民は皆という主語はこの礼拝の様子を正確に伝えています。エズラは
律法を読んだエズラが主役ではないということです。貧しい民全員が神の言葉を求めた、人々が礼拝を求めたのです。よくよく考えていきますと、この8章の記事は地味な話です。人々が集まって聖書の言葉が朗読された、それだけの話です。エズラが何か力強いメッセージを語ったわけでもありません。さあこれからイスラエルを立て直そう、神殿礼拝を復活させよう、そういう力強い話ではなくて、エズラがしていることといえば、求められるがままに、黙々と律法を朗読した、それを人々が聞いた、そういう話です。しかしこの地味な話、ただ聖書の言葉を聞いたという出来事が人々を動かしました。戦争に負けて何もかも失った人たちが希望を持って生き始めます。一人一人が勝手に喜んだという話ではなくて、個人的に聖書を読んだ、そして個人的に喜んだという話ではなくて、一人の人のように喜びました。一人の人のように礼拝をする胸となりました。その源は聖書の言葉です。ただひたすら地味に聖書の言葉が朗読された、それが大きな力となります。今私たちも一人の人のようになって礼拝に預かっています。御子イエス・キリストはそのことのために世に使わされました。十字架にかかって復活をされた主イエスは弟子たちにこう命じます。あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。私たちが洗礼を授けられているのはキリストの弟子とされるためです。十二弟子に続いて、あなたも私の弟子になりなさい。イエス様が招かれたからです。別の言い方をすれば、イエス様を頭とした教会の枝として私たちは招かれました。一人で生きていけとは誰も言っていません。誰も命令していません。私たちは神の民の群れの中に召されました。私たちは依然として弱々しい民です。朽ち果てていく体を持っています。人間関係には破れもあります。病を恐れて、死を恐れながら、かろうじて生きています。けれども神様は、私たちをもう一度作り直そうとされました。新しい神の民を作ろうとした。だから私たちに、イエス様をお与えくださいました。私たちを一つの共同体としてくださるために、私たちが一人の人としてイエス様を礼拝するように望まれたからです。時を重ねても、そしてこの新しい年も、さまざまな不安もありますけれども、教会は引き続き神の言葉を中心に据えて、一人の人のようにイエス・キリストの体として一歩ずつ歩みを進めていきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。天の神様、弱いもの強いもの、一人一人本当に違いますけれども、
あなたが招いてくださったがゆえに、一つの体として礼拝に預かることができます幸いを感謝いたします。さまざまな恐れや悲しみがあります。けれどもイスラエルの人々の